変チキなジジイがおりましてさ、120畳敷きの紙に大だるまを書いてみたり、かと思えば米一粒にスズメを2羽書いてみたり、鉄造でお分かりなくば絵師の北斎、それならばお分かりかい。その変チキが俺の父ですのさ。おめえもそろそろ自分の絵を描いたらどうかってな。出てけ。人は描けてるがどうも色気がない。あのバカ、知りもしねくせに描くからボロを出す。よっ、姉さんどうした。そもそも嫁入り前の娘にこんな絵を代筆させる北斎先生が。病人が怖いのか。鉄蔵は弱虫だから病気が怖いのさ。地獄絵が真に迫ってたから。おい、その屋敷とやらへ案内しな。今度はぼやじゃ済まねえぜ。料理はしない、掃除はしない、ゴミがたまったら引っ越しゃいい。親父と娘で筆2本、箸4本あればどこへ転んだって食っていくさ。